新日本プロレスヤングライオンのシュート伝説生産壮絶ボコボコにされた多団体レスラーの悲劇とはヤングライオンとは新日本プロレスに所属する若手選手の通称である団体のシンボルマークであるライオンにちなむもので新日本でデビューした後3年目あたりまでの選手がヤングライオンと呼ばれている 試合やトレーニングの傍ら道場に隣接された選手寮での掃除、洗濯、炊事のほか先輩レスラーの荷物運びからリングや客席の設営、撤収入場コスチュームの片付けや観客が投げた紙テープの回収場外乱闘時の観客の安全確保、誘導など細々とした雑務をこなす中で新日イズムを徹底的に叩き込まれていくのだ。 彼らヤングライオンの登竜門がヤングライオン杯争奪リーグ戦である次のエースを目指す若手がシングルで戦うリーグ戦で1985年以来不定期に開催されている後に重心サンダーライガーとなる山田圭一や闘魂三銃士の一人長野正弘天山弘義、小島雅俊中西学など歴代の優勝者はその後の新日本プロレスの屋台骨を支える人気レスラーとなっていった そんなヤングライオンたちのファイトスタイルは他団体から参戦したレスラーにとって信じられないもので時には恐怖すら覚えるほどであったという新日はいきなり顔面きますよ全日本プロレスやプロレスリングノアで活躍し帝王と呼ばれるほどのビッグネームになった高山義弘も新日本に初参戦した時にはそう驚いたという。 初顔合わせの相手は顔面を攻撃しないというプロレスの暗黙のルールを無視するファイトスタイルは予定調和を嫌うアントニオ猪木そのもののようだ新日本からジャパンプロレスを経て全日本に移籍しその後新団体の SWS に移った八義昭は後にこう言っている「全日本にずっといればよかったあそこは平和だった」 新日本からジャパンプロレスへ合流し長州力らと全日本に参戦した穂永紀雄は全日本プロレスを好評価している日本人の上の人でも外国人でもこちらが攻めるとちゃんと受けてくれるお互いにいいところを出し合うプロレスができました裏を返せば新日ではそんなプロレスができなかったということであるサムソン・冬木の名で知られる冬木講堂も全日から新日に参戦した経験を持つが 彼のこの言葉は全日と新日のファイトスタイルの違いを端的に表している日日本本はは助け合い新日本は潰し合い、い。新しお互いに自分の強さを誇示するあまり結果的にシュートに近いかあるいはシュートそのものになり選手が負傷したり短時間で KO となったり新日本プロレスにはそんな生産で後味の悪い試合が多かった。 それこそが新日本プロレスのリングの怖さであり、強さの象徴としてプロレスファンに強烈な印象を与えたのである。今回はそんな事例を紹介する。まずは1987年4月11日、横須賀市総合体育館での橋本真也対後藤達都市戦。ヤングライオン時代は橋本との激闘で前座を沸かせていた後藤だったが、その実力は橋本には遠く及ばなかった。 重量感のある橋本の蹴りの凄まじさは若手の頃から目を見張るものがありデビュー3年目のこの一戦はその威力を証明する結果となった橋本のキックが後藤の顎にヒットし後藤は脳震盪を起こして10分44秒でレフェリーストップとなったそれから5年後1993年6月2日高松市総合体育館での 橋本深也対斎藤昭俊戦ではハードな蹴りと月の応酬が繰り広げられた最後には斎藤が立てなくなってセコンドからタオルが投げられ6分33秒で橋本の TKO 勝ちとなった試合後斎藤は橋本に「俺に新日イズムをくれ」と叫んだ空手出身の斎藤に対して橋本はこう答えた「空手かなら空手で来い新日イズムの前に精神快感の精神はどうした?」 そんな橋本のファイトスタイルを佐々木健介はこう切り捨てている、橋本が危険なやつとは笑わせる、あいつは試合が下手なだけジャパンプロレスで長州力のま弟子だった健介は愚直なまでに一途で懸命なファイトスタイルを磨き、プロレスをなめるやつは許さんという厳しい姿勢を身につけたそれが如実に現れたのが2000年2月1日。 代々木競技場第二体育館での佐々木健介対鈴木健三戦である後に健騒の名で WWE のリングを席巻した鈴木健三だがこの時はデビューからわずか1ヶ月のグリーンボーイで試合運びもたどたどしいものだった試合開始からイライラしていた健介は鈴木健三が繰り出した中途半端なスピアーにミニストレートを食らわせる鈴木健三はそのまま混沌しわずか6分1秒でレフェリーストップがかかった もう少し大きく受け止めてやればよかったかなまああんなもんでくじけてちゃしょうがないでしょう試合後にそう言い放った健介にはさらに伝説化している試合がある2002年8月2日日本武道館で行われた佐々木健介対藤田実戦である千葉県を拠点としていたプロレス団体海援隊道場から参戦した藤田実は 後に日高育人とのタッグで2005年度のプロレス大賞最優秀タッグチーム賞を受賞するまでになるが当時は全くの無名レスラーだった試合前に日本武道館は消火器を用意しておけと火炎殺法を予告した藤田は5分以内に俺を任さなければ俺の勝ちという意味不明のルールを認めさせるなど爪痕を残すために傍若無人に振る舞ったそれが健介の逆鱗に触れた ゴングが鳴って1分ほどで健介のラリアットを受けた藤田はその場に崩れ落ちてしまう健介が「盾オら」と挑発したが藤田はそのまま動けず慶 o 負けとなったわずか1分12秒というほとんど秒殺の試合だったインディーとメジャーの力の差をまざまざと見せつける結果だったが後にあるプロレス専門誌が「新日のフロントがこの試合に激怒した」と報じたことで「不穏試合」と呼ばれることになる。 本来予定されていた試合展開と違っていたということなのだろうがその年の11月に新日本プロレスを脱退することになる健介と団体との関係はその時点でもう修復不可能になっていたことを表しているこのように他団体の選手を相手にした時新日レスラーのファイトは一段と厳しさを増すその傾向が最も激しいのがヤングライオンの試合である エースクラスが出場する試合であればそれぞれの団体のメンツや関係性もあるため想定外の事態は起こりにくいだが決起盛んな若手同士の試合であればある程度の無茶は許されるのだ有名なのが1995年10月9日に行われた新日本プロレス対 UWF インターナショナル全面対抗戦の第1試合永田裕二、石澤時光対金原博光、桜庭和志戦だ 新日というインターのどちらが強いのかピリピリとした緊張感の中で進む試合は新日サイド特に石澤が厳しく攻めていく石澤はあのマサ斎サ藤も認める得意のタックルばかりを狙う離れると相手とお見合い状態になり顔面はがっちりガードしている明らかにプロレスラーとしての戦い方ではなかったそれ以外で来いとばかりに桜庭が手招きをするも石澤がそれに応えることはなく タックル一辺倒のまま桜間に三角締めで勝利したのであるおよそプロレスラーらしくない戦いだったがそれが逆に評価されたのか後にユーインターが石澤を欲しがり安城洋次とバーター案があったという実際に戦ってみないとどちらが強いのかわからないという雰囲気の中若手同士の初戦で新日本プロレス側が勝利したことで新日ファンは大いに沸いた。 メインの武藤対高田戦を差し置いて解説席のアントニオ猪木がこの第1試合を絶賛し個人的に賞金を出したというエピソードまで残っている新日本プロレスにみちのくプロレス勢が退去して参戦した1994年6月1日の仙台市体育館では学生プロレス出身レスラーが壮絶な叩き潰しに見舞われたみちのくプロレスの紫流佐藤高道のくテリーボーイに 新日本は重心サンダーライガー、L サムライ、大谷紳次郎、石澤時光という8人タッグの対戦カードだった学生プロレスやその出身者を嫌う風潮があった新日本プロレス勢の標的となったのは学生プロレス出身のテリー・ボーイである試合開始直後からまるで目の敵のように扱われたテリーは新日勢から一方的に大技を仕掛けられ続けた。 ファンからフィニッシュシーンの総集編映像のようだったと評されるほどの壮絶な試合内容にテリー自身も後に本当に殺されるかと思ったと当時の心境を語っているほとんど試合もさせてもらえずいたぶられ続けたテリーはそのままフォール負けとなった新日本の選手たちの強烈なプライドが垣間見えた試合だったその後学生プロレス出身の棚橋博史や真壁闘義が新日本プロレスの中心選手となるのだが 当時はととても考えられないことであったそんな新日本プロレスの中でも「こいつはやばい」と言われた一人のレスラーがいる他団体の選手を迎え撃つ役割を果たしていたジュニアの喧嘩番長金本浩二である「蹴りや打撃の技術はもちろんグラウンドテクニックも高くあの桜庭和が予想以上に細かい関節技をよく知っていた」と舌を巻いたほどの実力者だ。 金本はその自信から来る高圧的なファイトスタイルで10人タッグで対戦したザ・グレートサスケを激怒させたことがあるその試合後にサスケが叫んだ「何年選手だ蹴り殺すぞコラー」という言葉は今もファンの間で語り草となっているちなみにそれに対する金本の返答は「笑ってしまいました」の一言だったそんな金本のヤバさが際立つのが1998年5月17日の「 楽園ホールで行われたベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの開幕戦 WAR の安ら岡雄二とのシングルマッチだった試合開始から唾を吐きかけて奇襲を仕掛けてくる金本の喧嘩スタイルに圧倒され安ら岡は防戦一方となる右肩を負傷していた安ら岡に対し金本は雪崩式タイガースープレックスなどの受け身の取りづらい荒技を繰り出して情け容赦なくいたぶり続けた さらに金本の放った強烈なフライングニールキックで安良岡はミニアゴを骨折してしまう試合は金本の一瞬の隙を突いた丸め込みで安良岡が勝利したものの試合展開は一方的で誰の目にも実力差は明らかだったあまりにも凄惨な試合内容に激怒した安良岡のファンが後楽園ホール駐車場にあった金本の愛車を傷つけるという事件まで起こしたほどである 安ら岡はこの一戦で右あゴの骨折や肩の負傷などで長期欠場に追い込まれ一時復帰したもののこの翌年に引退している金本は後にこの試合を振り返ってこう語っている「怪我をさせるつもりはなかった」「なだれ式タイガースープレックスも肩からでなく回転してうつ伏せで受け身を取ってくれればと思っていた」「下手なやつが悪いまるでそう言っているようだがプロレスラーとしては当たり前のことかもしれない」 同じ年のベススト・オブ・ザ・ーーパージュニアリーグ戦。5月28日石川県産業展示館での金本対南條隼人のカードもファンを騒然とさせた一戦だこの3ヶ月前フリーで新日本プロレスに初参戦した南條はタッグマッチで大谷慎次郎のスワンダイブ式ニールキックを食らって尾骨を骨折した試合後には金本からの蹴りでさらに肋骨を2本骨折と文字通りに痛い目に遭っていた さらに翌日には練習にやる気が感じられないと控え室でライガーにボコボコに殴られてしまうその上札幌中島体育センターでの試合で高岩隆一のラリアットを受けて顎を骨折その怪我が完治しないままで金本戦を迎えたためとんでもない事態になるかもしれないと心配されていた実際の試合は恐れられていたほど精算なものにはならなかったものの南条は2011年に自身のブログでこう書いている。 このの試合の映像は家ににあるけど未だに見れないよね情けない試合をしたことよりもとりあえず試合が終わった安堵感の方が大きかった金本は決してブレなかった金本流のストロングスタイルを貫き通したその激しいファイトスタイルや試合内容がファンの支持を集め1999年頃になると新日レスラーの中でも屈指の人気を誇るようになる。 この頃は金本が入場時に女性ファンから多くの花束をもらうのが定番になっていただがその後の金本は不遇だった新日本プロレスと契約を結んではいるものの干されているという形で休業状態になっていたそんな金本に救いの手を差し伸べたのが武士ロード会長の北に高明氏である北西氏の仲介で2012年のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアへの参戦が期待された このベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの記者会見の前、マスコミの間で金本が出場するかどうかの質問をどの新聞社がするかについてけん制し合っていたという話がある。そして会見が始まる直前、新日本プロレスの広報はこう言った、金本選手に対する質問はなしでお願いします。こうして喧嘩番長金本浩二のベスストオブザーーパージュニア参戦は幻に終わった もし金本がリングに上がっていたとすれば大会は間違いなく盛り上がりまた試合自体もピリピリとした緊張感の中で展開されていたはずである金本は新日本を離れてもそのスタイルを変えることはなかった2012年11月17日後楽園ホールでの全日本プロレス世界最強タッグリーグ戦開幕戦では 田中稔とタッグを組み関本大輔岡林雄二という大日本プロレスが誇る肉体派チームと対戦したその試合後に関本は金本についてこう語っているさすがの岡林もビビってました新日本プロレスのヤングライオンの闘魂と狂気だが近年のヤングライオンたちのファイトスタイルはその頃とは確実に変わっている 理不尽で壮絶なしごきを受けた最後の世代である真壁闘技や棚橋博士が、あまりにも時代錯誤な育成方法を改め、最先端のトレーニング理論を取り入れた影響であろう。しかし、理不尽さはなくとも、新日本プロレス道場での練習がハードであることには変わりがない。これからも、厳しく鍛えられたヤングライオンの中から、真のプロレスラーとしての強さを持つ新たなスターが現れることだろう。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。